はい、橋本駅のホームまで来ましたね。次はこちら、天神南行き8時7分発。ちょっとわからないけども、こっちはちょっと危ない、こっちですね。この先は特に、その車止めとかはないですね。もうしばらく続いている。延伸はこっち側もないんですかね。で、次に私が行くのは3つ先ののけですね。ちょっと読みづらい。で、ちょっと時間を見たところ、次ののけの、ゲーセンは9時閉店のようですね。で、その次の七熊は2店舗あるんですけども、片方は、大丈夫そう。もう片方はなんか時短営業で8時って終わってるんですかね。まあ行ってみないとわからない。で、その後はビフ。で、ここは、ちょっと全くわからないですね。情報があまりない。で、最後は、博多駅方面で、ここは22時とかなのでね、まあ、10時だから多分間に合うという感じで、まあそんなに、先ほどね、まあ、いっぱい遊んだ影響も受けてないのかなという感じかな。これは、この先も行けるけど、ここでそのまま折り返すということですね。3両目、私一人だけですね。喋れてしまう。ご乗車ありがとうございます。次は、白の部分です。さすがにこんなところで降りるのは私だけですが、これは、表面エレベーター使っちゃう、まあいいか。はい、ここは一応ちょっと伸ばせる余地あるんですかね。もう4両固定でずっと一応ね、はい、ということで、3駅乗ってのけですね。高輪駅のね、まあ、すぐ近くにイオンがあるみたいな場所は分かりやすいこと、そしてイオンの中でもモーリーファンタジーではなくてスマイルステーションなんですよね、ここは。まあ、私もね、まあ、イオンの中のゲーセンも本当にもう飽きるほど行ってますけどもね、もう合計で100以上、まあ、全体の1割以上はイオン内店舗だと思いますけども、その中でもね、そのモーリーファンタジー以外のイオン内店舗というのは結構そのキッズメダルのレアなやつがね生き残っている割合が高いんですよね。まあ、もちろんその、全くメダルのない外れ店舗もまあ結構あるんですけども、まあそんな感じでね、まあ割と期待して行きましょう。まあ遊んでる時間はあまりないですけども。はい、ここはのけ口という交差点なんですね。まあ、このイオンがね、まあ、正面にあるんですけども、地下鉄の出入り口はこの、真後ろとそちら側だけということでね、まあ仕方がない。ここはやはりというか、まああまり大きくない店舗で本当にゲームコーナーがあるのかも怪しいですけどもね、やっててほしいな。はい、こちらイオン、外れでしたね。まあ、メダルなし、まああんまり大きくない、ゲーセンで、まあ、プライズ機がもう9割ぐらいでね、残りもまあキッズカードと太鼓の達人ぐらい、ということで、まあ OK で、次の、やつまでジャスト2分ぐらいですけど間に合いますかね。はい、余裕ではないかな。はい、ということでまた3駅乗って七熊ですね。七熊線の、まあ、シンボル的な駅、まあ、ちょっとわかんないですけど、ということで、はい、こちらが七熊駅の一番出口ですね。で、ちょっと行き方がよく分かってないんだが、そこにあるか、その、ボーリングバッティングともちょっと見えますが、そこにまあ一軒あるらしいので、ここをまあそうですね、この電光掲示、ここ入るで 300m 奥ですね、その七熊ファミリープラザ。ここはちょっとね、まあ、8時に閉まっちゃうらしいので、まあ、ダメっぽいんですけどもね。まあ、一応行ってみましょう。はい、まっすぐ歩いてきましたが、ここは、どっちでしょう。このゴルフセンターとかももう今やってないのかな。ファミリープラザ、福岡大学利用者の駐車を禁じます。この辺、福岡大学もある。お、なんか、あれ、ゲームコーナーやってるな。お、
行ける。しかもメダル増量キャンペーンと見えるぞ。はい、こちら G ステージ7区間出てきました。ここの前に、一旦その先にあるボーリング場行ったんですけども、そちらはね、もう閉まっていて、ボーリングはできませんとなっていたんですけども、なんか別の施設がね、まだ空いているらしくて、通路としては使える。で、ゲームコーナーは一応その、電源は、全部落とされてるんですけども、一応ね、前まで行くことができて、一応写真もちょっと撮りましたけども、ファイナルハロン2ですかね。これが若干レアなぐらいで、あとはちょっとわからない私は、メダルはなかったです。で、手前 G ステージ7クマ、こちらはね、普通に遅くまでやっているゲーセンで、一応シングルメダルありましたね。6台、うち5台が、シグマでボーナススピン Z とあとポーカーとかですね。はい、そう、ボーナススピン Z とあとそのアルゼの、ツインジョーカーズ、これ以外、の4台が、ポーカーというのは結構珍しい、ラインナップで、それ以外も、若干ですけども、メダルコーナー自体はね、そんなに広くなくて、結構古い、ブラストシティ筐体とかね、そういうのも多めの、個人的にはなんかね、好きな雰囲気のゲーセンという感じでしたね。はい、ここは福岡大学が近いのかな。ということで、その学生さんですかね、結構なんか音ゲーとかね、盛り上がってましたね。はい。で、とりあえず OK、今8時50分ですね。で、次はベフですかね。また七隈線に戻って乗るんですけども、最寄り駅がちょっとわからないというか、この先ね、七隈線一旦北に向かって、その後東に向かうんですけども、そのちょうどゲーセンをこう、なんかこう、避けるようにというかね、行くので、最寄りが難しい。で、私は一応ね、七隈線ベフよりも向こう側を乗っていて、今回、ここ七隈からベフまで乗れば一応環状ということでね、そっちを優先して、ベフ駅から向かいたいと思います。ちょっと今もう8時50分でね、多分もうやってないんじゃないかと思いますけどもね、行くだけ行ってみましょう。ちなみに今のところは一応100円だけね、火山に入れてきましたが、もう一瞬でなくなりました。はい、全然時間見ないで来たけど、ちょうどぐらいだったかな。はい、ということで、これに乗って花山って音楽を流すべき。まもなく一番乗り場に天神南行き電車が到着します。ホームドアから離れてお待ちください。はい、ということで、ベフで下車しました。このベフ駅はね、私が以前、区役所巡りで来た時に使った城南区役所の最寄り駅ですかね。そこの、時にね、ここから天神南方面を乗ったので、今日、この橋本ベフ間と、あとは、箱崎線ですかね、あっちの端っこも乗ったので、これで、福岡の地下鉄は一応環状ですかね。どうでもいいですけどもね。ベップと読みそうになりますが、ベフですね。ここを出てきて、そこの左前方ですかね。私はその交差点で右に曲がるんですけども、その辺に城南区役所があってね、そう、手前の佐原区役所からその時は歩いてきて、で、なんかここ地下鉄の駅から遠いなみたいなことを言ってたんですけども、実はこの、七隈線の駅が、その私が来た方向とは逆というかね、そのまま行くとあるという感じで、そこから、乗ったという。で、ここから次の、イオン自体は一応22時までやってるという話なんですけども、歩いて18分だそうですね。今日は月が、これはもう満月ですかね。はい、駅から7分ぐらい歩いて、ここは左だそうですね。ああ、いいな、このローソンとかもな。このね、うまく表現できないけどもね、この住宅地にひっついとたたずむ感じが非常に良い。この先はその辺でまた右ですかね。ちょっとなんか地図を見ても迷いそうな。11分ほど歩きまして、ちょっと太い道に、ぶつかりましたね。なんかいいな、この辺の雰囲気私好きですね。でここはまっすぐ行って、ちょっと橋を渡ってすぐ右ぐらいですかね。どこかでだから渡りたいですね、向こう側に。ちょっとなんかにじんじゃってますけども、ここが新田島橋だそうですね。そして、これを渡って右で、正面ちょっと、遠いですけども、一応イオンっぽい看板が見えてますね。はい、ということで、そちらに行く。そしてバスもいるな。これはでも天神博多駅か。これに乗りたいんですかね。
今9時15分で9時32分とね、確か、さっきスマホで調べた時はあったと思うんですけどもね。はい、ということで19分ほど歩いて一応イオン。ここなんか、面白いですね。この川沿いの風景というか、そこのビルがちょっと変わってるってだけなんですか。はい。なんか向こうの方に看板があるから、ここはかなり広いんですかね。一応まあ店内の入り口その辺にあると思いますが、どうでしょう。はい、こちらイオン出てきました。イオン自体はね、10時までやってるんですけども、モーリーファンタジーは8時までの営業で、まあ一応ね、まあ網がかかっていて、まあ多少というか、まあある程度覗けたので、まあ来た扱いでいいかなという感じで、まあその見える範囲内、まあつってもまあほとんど見えたと思いますけどもね、その手前のまあ一部だけその壁に隠れているところがあって、多分あそこパチンコが並んでたんだと思うんですけども、そこ以外ではね、まあ、シングルメダルはなくて、まあ、いつものモーリーファンタジーという、感じで、OK ですね。で次はバスに乗りたいんだが、ちょっとバス停の場所がわからない。この道だと思うので、まあ、その辺にね、まあ、多分あるはずですが、ちょっと怖いなこれは。帝国に来ましたね。素晴らしい。はい、ということで27分ほど乗りまして、終点博多駅のこっちはどっち口、着きましたね。これ今ここの、信号を渡る方半分ぐらいはこのバスに乗っていたんですけどもね、この時間でも普通に需要がある。いや、さすが福岡ですね。そしてまあ途中の景色もね、まあ、やっぱり地下鉄だと全然見えないので、まあ、夜ですけどもある程度見れたのは良かった。まあ薬院駅とかあの辺も結構栄えてますね、やっぱりね。はい。で、ここ博多駅、周辺では2店舗あるんですけども、まずそっちのバスターミナルのナムコですかね。で、まあ、台東はなんか、もともとある程度遅くまでやってるのしてたんですけども、ナムコはね、時短営業、まあ、22時、までだったのが、時短営業解除されたんですかね、21日以降で、23時までやってるとしたらまだ行けますね。今ちょうど、夜10時ぐらいなのでね。はい、ということで、まあ、ここ2店舗だけ行って、で、あとはまあ今日泊まる寝カフェが、まあこの西陣のね、ここの快活クラブを予定しているので、まあ、そちらに移動して、終了かな。まあ、適当に出てきて、ここは、なんか部分営業みたいな感じでしたかね。なんかプライズのところはね普通に開いてたんですけども、それ以外のアーケードのところはなんか、なんか一部のね、まあ、外側の通路と、あとカウンターに行く道みたいなところだけ行けて、それ以外は、なんか入れないようになってて、電源もついてたり消えてたりみたいなね、なんかよくわかんない感じでしたけども、まあ、見た感じはメタルギアはなかったですね。まあ、ここに来る時間がかなり早いで、まあ元気もあるようでしたら、まあ、あの
キャナルシティというところにね、まあ、なんか中途半端な場所にあるんですけども、そちらの台東に行くことも考えていたんですけども、まあちょっとね、もう遅い、だいぶ、まあ時間ないわけではないですけども、ね、一応ここ10時半に出てキャナルシティ10時50分着で滑り込みなんてことももうできなくはないですけども、ね、まあちょっとね、まあ、それも、厳しそうなので、まあ、最後台東だけ行って終わり、ここは、普通に博多駅で、まあ特にこれと言ってないか、まあこの時間もね、普通に来ていますね。こちら、新幹線口を、出てきて、なんかヨドバシがその辺にあると思うんだが、今のところ右に行くべきだったかな。ちなみに正面にあるサンライフホテルというところは、私がこの前ね、福岡に来た時に泊まったホテルですね。そうそう、あの時は、北九州の区役所巡り終わって、そのまま博多駅に来て即チェックインして、地下鉄でね、福岡空港に向かって、福岡空港から歩いて、街じゃない、街歩きなんですけども、京成巡りでしたね。はい、まあいいよね、顔も若干上がるので。はい、ちなみに今日 もう3万歩以上歩いてますね。まあね、前半の、まあ、ちょっと長く歩いたところがあるんですけど、そこ以外は、大して歩かないだろうと思っていたんですけども、やはり歩数が重ねしまいますね。はい、ヨドバシありますが、これ本当にやってんのかな。まあやってなかったらしょうがないですね。こちら、22時までだったそうですね。なんか私の、調べていたのと逆だったな。まあしょうがないですな。ということで、時短営業で1店舗だけ引っかかったことになりますね、これね。まあ若干時間的にはまだ早いんですけども、まあ、行きましょう、西陣のカフェにね。ということで、地下鉄の入り口が、まあその辺にありますかね。はい、適当に降りてきて、右、あ、なんか急に足の疲れが一気に来たな。はい、こちら一番出口、そしてドンキ、快活はその辺だと思うけど、ちょっと見えないな、まあ前は。はい、ここはサザエさん通りというなんかあるんですね。サザエさん発案の地記念碑ということで、よくわからないですけども、なんか、ね、ゆかりのある場所なんでしょうね。はい、福岡タワーか、まあそんなのもありましたね。で、まあ程よくね、時間も潰れたところで、多分そっちの方だと思うんだけどな。そしてあれ、道のこっちだったりして全然調べが足りてない。あれ、ここじゃないのかもうなんかあれだな、いつも以上に頭が働いてない。あ、そっちですね。じゃあ向こうから行ってもよかったんじゃんどうしようもねえな。まあ空いてればいいんですけどもね。そう、まあそのこれまではね、まあここ1年ちょっとぐらいはその、この中であんまりこうネガフェリ業者もいなかったので、まあ余裕だったんですけども、まあ今はね、その緊急事態宣言も解除されて、まあ、しかもここ福岡の結構街中なので、ね、まあそのなんだろう、オープン席しかないとか言われても、その可能性も十分ありますね。まあしかし行ってみなきゃわからんな。おはようございます。こちらの快活を出てきて、現在朝の7時5分ですね。まあ、結構、まあ通勤通学される方、ここは今駅に向かっているということなのかな。はい、この辺はまあ一応というか普通に、繁華街なんですかね。西陣、なんかあまり考えずに歩いてますが、私が乗る列車も本来考えていたのは7時26分なので、まあ、まだちょっと時間あるんですけどもね。どうしよう、ここで使うか筑前前原で使うかみたいな話かな。そこの建物はマンションだと思うんですけど、上にサボイと書いてありますかね。そして右奥のやつはブリストールですかね。なかなか面白い、なんかこういうちょっとね、変わった感じのマンション、ちょっとおしゃれなやつがですね、まあなんか昨日から
いくつか見てる気がしますね。で正面のあのタワマンの奥にちょっと見えてるのが福岡タワーですかね。はい。で、まあ、ちょっと時間全然わかんないですけどもね、まあ、ここで駅で待っててもしょうがないので、まあ行ってみましょうか。